どうして黙ってたの？隠してたんだね。姉さんは僕のこと好きじゃないんだ。だからこんな意地悪するんだ。姉さんなんて大嫌いだ。もう信じない。お嬢様、大丈夫でございますか？残念ながら夢などではございません。とにかく落ち着いてください。お嬢様、ひたき様はつい先ほど帝都大学病院に運ばれました。幸い命に別状はないそうです。ただやけどが。申し訳ございません。嘘ではないのです。嘘であればどんなに良かったか。申し訳ございません。申し訳ございません。私というものがありながら、ひたき様をどうお詫びすればよいのか。本当にひたき様の痛みを買われるものなら代わって差し上げたいと。どうしてひたき様はあのような。お嬢様、それは違います。お嬢様、こんな時間に大変申し訳ございません。あの、お客様でございます。バカ者、こんな時間に客など通すな。お嬢様は今ひどくお疲れで。それがその、ナバリ様のご友人とおっしゃって。疑いたくはないが、身元は確かなのか？とても他人の家を訪ねるような時刻ではないんだぞ。警察ではないようなのですが、ひたき様の件で至急お話ししたいことがあるとのことで。見当もつきませんな。いかがいたしましょう。やはりお引き取り願った方が。いや、一応話は聞いてみよう。とりあえず応接室にお通ししておきなさい。かしこまりました。とのことです。とにかく一度お話を伺ってまいります。ダメですよ、お嬢様はお疲れでしょう。それはそうですが、
あ、夜分遅く申し訳ありません。どうも。あなた方は一体警察の方ではないそうですが。ああ、申し遅れました。俺は尾崎隼人と言います。帝国図書情報資産管理局の者です。同じく鴻上明と言います。つぐみさんですね。名張さんに聞きました。そう緊張しなくても結構ですよ。俺たちは別にあなたを逮捕しに来たわけでもないし、危害を加えたりもしません。ただまあ、ちょっといろいろと説明しなければならないので、お時間を頂戴できればと。こんな時間にぶしつけなのは承知です。でも一刻を争うんです。決して怪しいものでないとお約束します。一応これ国家の印です。もっともこの印自体見たことある人の方が少ないと思うので、信憑性が今一つなんですが。かしこまりました。